い、皆さんこんにちは、いかがなおすけです。はい、ではね、今日はね、リサイズを使ったプログラムでちょっとご紹介をしたいというふうに思います。冒頭で見てもらったように、完了した勉強にまず墨を入力と、そして、墨の列に色を塗るということをちょっとやっていきたいというふうに思いますね。非常に簡単なプログラムですので、ぜひ、活用していただければなというふうに思います。今回の必要な知識は何っていうふうに言うと、ユーザー定義関数がまず必要になります。それから with ステートメント、インプットボックス、インプットボックスあまり紹介したことなかったので、ユーザーフォーム作ってもよかったんですが、今日はこれにしてみました。はい、じゃあコードを解説していきます。利用する変数はどうなってるのっていうと、こんな感じになってますね。マイレンジと、マイナム、マイナンバーの略でマイナム、それとターゲットというふうにしました。はい、じゃあ次いきます。これが、ユーザー定義関数を使った記載の方法になりまして、ここが、ゲットレンジというのがユーザー定義関数になります。ターゲットは、変数を塗りつぶす、列の起点となるセルのことをターゲットにしています。そしてインプットボックスに入力したものをマイナンバーというふうに宣言をしました。はい、じゃあユーザー定義関数はこんな感じになってます。ユーザー定義関数の中身ですね、ファンクションとしまして、ゲットレンジという関数は、マイナンバー、つまり、インプットボックスに入力した数値、変数ロングですね、ここですね、ロングを、レンジに返すというふうにします。はい、じゃあ dim my range as range、for each my range in レンジの、A の4から A の13と、レンジがね、もう何回も何回も連呼するんですけど、これはつまり何を書いてるかというと、ここの部分、ここの部分を指してます。今3含んじゃってますけど、4からね、4からになりますね。はい、で、ここが、肝になりまして、if my number、 つまりインプットボックスに入力した数値と、それから my range、 つまり、ここが等しければどういう処理をするのかっていうふうにすると、セットゲットレンジマイレンジのリサイズの4というふうにしまして、ユーザー定義関数は、ゲットレンジとユーザー定義関数はここを選択しますよというふうにしますね。セルの A4 が、横にどん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 と4つ伸びまして、ここを塗りつぶすという処理になります。で exit for、end if next end function というふうになりましても、これは決まり文句のプロポーズなので、これはもう説明は割愛します。はい、じゃあ、処理自体はどういうふうになるのかというと、if not target is nothing then、 これ、二重否定になってます。ターゲットがないということがなかったらみたいな感じですね。だから結局あるんですね。で、ここで with target でインテリアカラーとか、セールズとかということにして、もしなかったら、メッセージボックスに番号なしというふうな処理をしますということですね。はい、今日もう一個覚えていただきたいのはですね、これなんです。if not target is nothing then、 この処理がないとどうなるっていうふうになりますと、こういうエラーが出てくる可能性があります。オブジェクト変数または、with ブロック変数が設定されていません。実行エラー91っていうふうにして、よく見かけるエラーなんですけど、じゃあこの意味合いってなんじゃろこいっていうことになってきますよね。このエラーの意味合いは何かと言いますと、はい、ここにですね、ありえない、存在しない番号を入力したから、このエラーが出てくるんですよ。だからですね、はい、こういうふうに、この処理をしないとダメだということになります。ちょっとバランバランに説明はしたんですが、今回のプログラムはこのような形になりますね。はい、こことここが同じものを使ってゲートレンジを呼び出して、このような処理をするということになってます。はい、じゃあちょっとね、もう一回、見ていきましょうかね。はい、はい、ボタン1をやって、例えば2を押したら、監視毛光年というところが墨になると。皆さん、毛光年って知ってます？はい、庶民暁を覚えずっていうような漢詩を書いた方ですね。それから仮定法を書くとかね、勉強したなぁと思いながらやってたんですけど、はい、こんな感じでいきますね。この仮定法を書くなんですけど、
もし私が鳥だったらあなたのところに飛んでいけるのにっていうね、すごい、文章なんですが、人間は絶対鳥になり得ないのですごいハレンチな文章だなというふうに思うんですけどね。僕ね、あの高校の時にですね、これを読んだ時に、あのこの空を飛べたらって、あの加藤と紀子さんとか長島みゆきさんが、昔人は鳥だったのかもしれないねっていうね、あの歌、絶対これ中島みゆきさんここで思いついたんだなとかっていうふうに思いますね。あの空を飛べない私と絶対振り向いてくれない彼氏ね、これ不可能という文字をね掛け合わせたっていう、すごいなというふうに改めて思いますね。中島みゆきさんの才能があったら僕は多分エクセルなんか絶対やってないですね、物書きやってると思いますね、はい、というような感じで、ちょっと参考にしていただければなというふうに思いますね、はい、あの子供の勉強とかね管理するときもね、わざわざマクロをやってねやる必要があるんかいっていうことを言ってしまうと、マクロっていうのが終わってしまうので、ぜひ皆さん参考にしていただければなというふうに思います。はい、それでは今日はここまでにします。まだ札幌もねコロナ大流行の兆しがあるんですが、なんとか皆さんに毎週火曜金曜日は、情報を配信していきたいというふうに思いますので、ぜひ、来週次回も、私と一緒に、Excel アクセスのスキル向上に、頑張りましょう。はい、それでは今日はこの辺で失礼します。さようなら。